こんにちは、平井博明です。今回はですね、やっぱり泥打ちたいですよね。やっぱ多いのかな、泥打ちたいっていう人の方が。フェードとストレートは別として、フェードと泥打ちたい、多分泥打ちたいっていう人の方が多分多いと思うんで、でも泥って難しいっていう判断だったり、そもそも泥を打てない判断だったり、打ち方知らないっていう方もいらっしゃると思うんで、なんでドローが打てないのかっていうのを今日理由を説明していきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。ドローが打てない理由は頭が反対なんですよ、頭の中が。それ何っていうと、ドローを打つ時の方がクラブを早く動かして、フェードを打つ時の方がクラブをゆっくり動かしている方が多いんですけど、それ逆なんですよ。フェードの方がクラブ早く動かして、ドローの方がクラブを遅く動かさないと打ちたい球が決まってこないんですよ。だからそこができてないと、もちろんフェードもそうですけど、ドローが打てないっていう感じになっちゃうんですよね。でもドローの方が触れてないと打てないイメージあるから、なんか今言った方が当てはまるような感じするけど。そうだよね、そうなんです。クラブだけの話になっちゃうんだけど、まさに鋭い質問があったんですけど、置きに行くのはフェードって散々ワンナップ言ってたじゃないかっていうことだと思うんです。なのにフェードの方がクラブを早く動かさなきゃいけない。そうなんです。でも置きに行くときはとは言いましたけど、ゆっくり振るイコール置きに行くとは言ってないですよ。だから置きに行く球を全力で振るかもしれないですよね。置きに行くためにフルスイングをしましたっていう話もあるんです。とにかく球筋がどうのっていうことだけなんで、置きに行くイコール抜きに行くとは全然イコールじゃないんで、だからクラブだけのスピードで言ったら、ドロー打ちに行く方がクラブはゆっくり動かしてあげて、フェード打ちに行く時の方がクラブを早く動かしてあげるとより打ちやすいんですよ。もちろんその実際の動きだったりイメージもそうなんですけど、もちろん同じ動きでこう同じ度合いのドローフェードの方が打ちやすいよっていう方もいるとは思いますけど、打てない方、今ちょっと打ちづらいなっていう方は試していただきたいポイントになるんで、ドローを打つときはクラブを少しゆっくり動かしてみることですね。でフェードのときはクラブをちょっと早く動かしてみる。なんで遅い方がドローは、そうフェースに乗せるか乗せないかっていう問題になるのね。そうでゆっくり打った方がこうやって球が捕まる、ドローを感じる。そう、そうで、まあ今のでもかかるんだけど、結構カットに振ってもスライスはかかりづらい。そうだね。そうだけど、もうちょっとだけクラブ早く動かしてみていい？そしたらスライスかかる。ちょっとこうフェード感じで、うん、もうちょっと早く動かしてみるか。そしたらもう絶対かかる、スライス。そうでドローで早く動かしてもかかります。かかるんだけど、早く動かしてドロー打ってみるよ。そうなの、乗せて終わりでいいの。ドローはフェースに乗せて終わりでいい。あ、本当だね。ね、何あれかっこいいね。何か緩いのにあんなにこう綺麗なドローなんだ。そう話ちょっと戻していい？置きに行く行かないの話していい？そもそもドローはスピンが少なくて、でも今のあれで置きに行けるじゃん。行ける。だけどドローはスピンが少なくて、ヘッドスピードもわざわざ今なくしてるから、スピンが全然ないから、あれは絶対にグリーンでは止まらない。だから置きに行けないの。そう、球質方向だけだったら置きに行けるの全然。そうだから、例えばティーショットだけとか、そうグリーンに攻めなければ OK、うん、だからカットを打つんだったら、もう体のこう切るスピードだったらそういうのいらないから、とにかく前さばきが速ければ速いほどこうやってスライスはかかるから。そうで体の回転をゆっくり加えてあげて、その体の回転にクラブを合わせてあげて、ちょっと捕まえたらこうやってドローは出るから、そうだから意外と逆やってる方がいる。いや、そうだよ、だって踏んないといけないと思ってるから。そうだよね、そうだよね、うん、そうだからね、そのグリーンで止めるってなったら確かにある程度振らなきゃいけないんだけど、単純にドローフェードを打つんだったらああいう風に打った方が
打ちやすい。あれだね、今みたいになんか緩く打ってみると意外と打てるかもしれないね。そうでしょ、うん、そう面白いかも。そう、自分の距離を打とうとすると難しいの。あ、そうだね、そうだね。そういいね、登録の方がいいアドバイスするね。そうだから、あの150ぐらいのグリーンのイメージだったらこうやって打ってあげたほうがこう捕まったこう感じのいい球が出やすい。どの方が打てた満足感は得られるでしょ。うん、と思う。そう、そっからでいいの全然始まりは。そうだね、そうだね。そうで、あれを徐々に上げていけば、うん、スライスが出るから。またダメだね、こういうこと言ったら。そう、出るね。でもああいう緩くてもいいからドローが打てる喜びってあるじゃない。あるある、ね、そう、あれをどんどんほんのちょっとずつでいいの上げていけば、うんうん、そう、まずはあれだから。いや、そうだ ね、いや、なんかドロー打ってる感じする。するでしょ、緩くても。そう、うん、本当に調子に乗れるから、あれだったら。そうだね、こうやってなんか、そうだね、緩くとでしょ、ギューッとドローかかるんだ ね。そう、7番で120ぐらいしか行ってないけど、うんうん、でもドローボールの打つ感覚が得られるじゃない。そうだね、そう、ああいうの大事よ。じゃあそれでだんだん上げていけばいいのね、ま、そうそう、だから上げてったら時にはスライス出るかもしれないけど、でもドローを打つ出る回数が増えてくるじゃない、ああいう球だったら。そうだから、それをどんどん増やしていけばいいだけだから、そう、無理に自分のマックス打たなくていい。そうだから今回はですね、ドローが打てないな、難しいな、打ちづらいなっていう方がどういう振り方、もしかしたら今みたいに打ててる方もいるかもしれないんですけど、僕がレッスンやっててドロー打とうとしてる方でちょっと考えが逆転してるなっていう方がいたんで、この動画を撮っていきました。ドローは大きい動きでゆったり振ってあげる、スライス系フェード系っていうのは速い動きで多少ちっちゃくなってもいいです、最初は。なんでそのイメージを持ってあげると、よりドローとフェードがこう打ちやすくなるんで、練習場で試しにですねやってみることが大事ですね。うん、トライしてみてほしいポイントになりますので、ぜひやってみてください。で今回はですね、ドローの打てない方にとって参考になる動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。